詩幣79編。詩篇の第3巻73編から89編のテーマは神様の聖女。この79編はその聖女が荒らされています。神よ、諸々の違法人はあなたの譲りの地を犯し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。彼らはあなたの下辺の屍を 空の鳥に与えて餌とし、あなたの生徒の肉を地の獣に与え、その地をエルサレムの周りに水のように流し、これを葬る人がありませんでした。我らは隣人にそしられ、周りの人々に侮られ、あざけられるものとなりました。生徒の肉が獣に与えられて、 鳥の餌食となっています、えー、預言者エゼキエルの箇所、えー、を見ると民が獣の餌食になっている、はい、それは羊なんだと、はい、いうことが言われてますよね,すね羊が、えー、餌食になってます、うん、で、その理由は牧者がいないからと書いてありますうん。そして、えー、聖徒の血が流されているんですけどこの預言者、聖徒の血はアベルの時から 神殿祭壇のところで流されていますね。うん。この預言者の言葉がいらない。牧者ですね。うん。言葉で民を導いているその牧者たちの言葉がいらないと言って。殺してしまう。そのようなことがずっとイスラエルの中で行われてしまってたんですね。それはすでにレビ記の中で警告されてるんですよね。はい。レビ記の二十六章ですね。うん。神様の御言葉を聞かないならば。 その約束の血が荒れ果てて、まちまちは荒れ血となると約束されてる、その呪いが下っていると。それがこの79編の状態なわけですよね。そうですね。書いてある通りですね。主よいつまでなのですかとこしえにお怒りになられるのですかあなたの妬みは火のように燃えるのですかどうか あなたを知らない違法人と、あなたの名を呼ばない国々の上に、あなたの怒りを注いでください。彼らはヤコブを滅ぼし、その住みかを荒らしたからです。民が神様の言葉に聞き従わなかったので、その牧場ですね。神様がいてくださるその聖女が廃墟とされました。違法人が来て、ヤコブの 住まいを荒らすおそらくユダがバビロンに連れていかれてそこから戻ってくるような時ですよねエルサレムをもう一度再建してほしいわけでしょはいうん哀れみを求める、はい、速やかに来てくださいという哀れみの祈りを捧げますはい我らの先祖たちの不義を見心に止められず憐れみをもって 速やかに我らを迎えてください我らは甚だしく低くされたからです我らの救いの神を皆の栄光のために我らを助け皆のために我らを救い我らの罪をお許しください神様に民の哀れみを求める祈り、えー、聖女が回復することを求める祈りとしてはダニエルですね、うん ダニエルは、えー、バビロンに連れて行かれて、えー、バビロンの国の中で、えー、イスラエルが救われることを神様に祈ってる、うん、そして預言者エレミアの預言を読んで、はい、エルサレムの後輩は70年だということを悟ってそれで神様に祈る祈りがダニエル書の9章にありますよね。そして哀れみを求める祈りを捧げますよね。 荒れ果ててた聖女にを輝かせてください。うん、目を開いて皆がついている町を見てくださいと祈りますね、うん、そして大いなる憐れみによってお許しくださいとどうしてかというとあなたの町とあなたの民にはあなたの皆がついていて79編でこの「憐れみを持ってすぐに来てください」そして「不義を許し罪を許して」 皆の栄光のために、皆のために救ってくださいと頼みますよね。そうですね、うん。あなたの名が付けられてる住まいだから。はい。どうして違法人は言うのでしょう。彼らの神はどこにいるのかと。あなたの下辺らの流された血の報いを、我らの目の前で違法人に知らせてください。囚われ人の嘆きをあなたの見舞いに至らせ。 あなたの大いなる力により、死に定められたものを守りながらえさせてください。主よ、我らの隣人があなたをそしったそしりを、七倍にして彼らの懐に報い返してください。そうすれば、あなたの民、あなたの牧場の羊は、とこしえにあなたに感謝し、よよあなたを褒めたたえるでしょう。 民の罪によって神様から懲らしめが下ってそれは他の国々を通して懲らしめが来るでしょそうですね、うん、新明記の三十二章で言われているパターンですよね、うん、民の罪そしてその罪を取り扱う国々に対して今度は裁きが下る、うん、それと同じようにこの最後の箇所で神様の都を廃墟にした敵の国々に復讐してくださるんですよねうん ソロモンの神殿が廃墟となった時のバビロンについてはエレミア書とかエゼキエルで書かれています、うん、古い時代の神殿それが裁かれる黙示録のところでも同じように地に対する復讐がなされますね七倍の復讐というものは結構激しいですけれどうん、うん、レビ記のその聖女が荒らされると 言っている呪いの箇所ですね26章のところに7倍の罰だっていうことが何度か書かれています、うん、カインの復讐も7倍でしたね、うん、もしかするとこのダニエルの時バビロンに70年捕らえられてたというのも生7倍と、うん、完全な裁き完全な復讐というようなことの意味なのかもしれませんそうですね、うん、餌食になっていたのは羊でしたはい 神様はその羊を必ず連れ帰ってください。うん、それは民は神様のものだから。その神様の民、神様の羊は。大庭に帰ります、うん。追い出されてたんでしょ<ー>牧場が。そして哀れみを持って連れ帰ってくれるので、うん、神様の民だっていうことが表される。もともと神様の名前を表す。 聖なる場所がもう一度再建されるそして再建されるならば神様の民は帰ってくるそして感謝を捧げて褒めたたえます感謝を捧げて皆を褒めたたえるのが聖女の目的だからです御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした。